時が。すべてを飲み食らい蹂躙する怒涛となって時代が押し寄せる。キラのごとき小生、クモのごとき軍勢、この鳥鳴き島のコウモリにはもったいない部隊。上等。時代に食らわれ影すらなくそうとも、清潔に記憶させてやる我らの存在よ。天正13年、土佐の雄、長宗我部元親は四国統一を成し遂げる。同じ頃、豊臣秀吉が信長の遺志を継ぎ、天下統一への行動を開始。自ら大軍を率いて四国へ出陣する。豊臣軍との歴然たる兵力差を前に、長宗我部元親は時代の大波が己を飲み込もうとしていることを知る。だが元親はそれでもなお時代の流れに抗おうと、豊臣軍に戦いを挑んだ。せよと言われても反骨の魂が許さない。第一話、四国征伐。抗うぜ、誠実に。この島は四国の絶対防衛線、我らの地で攻め上げよ。人の時代に我らの地で真の足場を教えてやる。福留、北を撃破し北岸を封鎖だ。死ぬぞ死ぬぞ、今日は思い切り死ぬぞ。我ら土佐兵の屍で瀬戸内の海埋めてやる。我ら土佐兵元近様のため死ぬ気満々です。だったら俺は皆を死なせることはできんな、信長。はすごい数だな。しかもその数万がただの犬じゃない。秀吉という男、会うのが楽しみになった。守るものがあるとお強い。このお方のためなら命も惜しくない。
これからうひねくれ者のためにこの子絶えもなく撃て、意に抗う愚か者を殲滅せよ。して参る。目には目を、頬には頬で対抗するだけさ。砲兵隊長は大一人に向かい、あの鉄鋼線を沈めよ。北東砦を枕に図る作戦。情報ならば、その覚悟ある家臣を死なせぬのが俺の覚悟。敵武将、撃破した。おお、やりまするな。沈む。これが貴様らが好きな理だろう。芸のない奴らだな。砲兵隊長、大筒砦に向かえ。狙いをお見通しよ。沈められる前に潰すまでさ。敵武将、撃破した。お見事でございますな。倒した敵は乱暴にするな。なるほど、敵の心をまとめる。さすがにただの小山の本性ではないようだな。
負けられぬな。わしには背負うものがある。気に入らぬ。赤の器を持つ者がなぜ下風に立つ。わしも気に入りませんよ。そなたの器の者がただ時代に当たって砕けようとしておるとは。撃破した。おお、やりまするな。勝ちのみではいかぬ。負けも知らねば。よくお考えあれ。時代は今も築かれていっておる。生き残り時代を作る、それは思い託されし者の義務。風下風上など無用の理。いずれ風下も風上となる。撃破した。おお、やりまするな。名のある武士とお見受けいたす。
撃破した。 おお、 やりまするな。元地下と言うてな、おじいお前と同じだ。いいぜ、俺のやるで奴の歌見極めてきてやるさ。敵の鎮魂か奏でよ、誠実にな。貴様が俺に勝てるようには見えんな。無駄だ。貴様の力では秀吉様に勝てぬ。理解するが、これが理に、時代に、そして宿命だ。ならば理に、時代に、宿命に抗うまでだ。いざ尋常に勝負。おお、やりまするな。
敵武将撃破した。お見事でございますな。勝利に酔うがいい。強限りだがな。時代の決めたこと、宿命が多いそれと覆るとでも。覆るな。簡単に覆るならばそれは宿命ではない。だからこそ挑む。たとえ影すら失おうと、俺は目を離さない。誠実に時代への意志を持つ。面白いことを言う。その気概は気に入った。だが吹いとるだけでは時代は変わらんのさ。貧困か奏でよう。誠実にな。
筋は悪くなさそうだ。かかってこい。総大将が本陣開けてお出ましとはね。本陣は信彦に預けた。奴が負けるならそれでいい。固い信頼ってやつですか。冷たい顔で熱いよ。せいぜい運命の女神に嫉妬されんようにな。敵武将撃破した。おお、やりまするな。36系逃げるにしかずってね。命に惜しければ突っ込んでな。援軍感謝いたす。てめえなんでだな。一人に俺が生きれず長くて消え果てるがなればだ。俺は人として時代に抗い叫び続ける。撃破した。お見事でございますな。世の中にはどうにもならんことがある。それでも時代を変える意志を持ち続けられるのか、こいや試しちゃる。敵武将、撃破した。おお、なりまするな。この落とし前、必ずつけさせてもらうぜ。秀吉の周りに必要なのは、そういう人間だ。俺が中に立って、お前、天下に屋台支えるや。の強者よ、噛みつけ。時代に消える鋼をつける。敵武将撃破した。お見事でございます。
何のこれしき。武将撃破した。元塚、面白き男よ。わしにくだれ。そしたら降参。押し流せ。面白いのは貴様だ。貴様の命俺の手にあるのだぞ。お前はわしを殺さんよ。わしに興味を持っておる。貴様を潰したとて貴様の次を狙う奴が来るだけだ。下ってやる。それが土佐のためでもあるからな。影すら失いし声の叫び聞こえるか。